さ、ベータの騎士やっていきますということで、自分ベータの騎士好きなんですけどね、なかなか結構しんどいんですよね。自分今5人に絞ってね、星5キャラ5人に絞って育成してるんですけど、それなりに頑張ってやってるんですけどね、なかなかっすね。あともうちょっとでアクセサリーも5人はね、全部レベル90にできるんですけど、まあ大変です。5人ですらまだ全員マックスにできてないですからね。そんな中ね、ようやく来ました。男キャラ。デスクラウンですね。なんか主人公の変身バージョンみたいなやつ。このキャラクターデザインはね、イラスト、グラフィックともに完璧だと思います。そしてまさかの二属性持ちですね。闇と炎の二属性。まあ、これくらいのキャラをね、スケーニみたいにインフレさせないで、まあ、韓国系っていうのはこういう、すごいのを、まあ、たまに出すくらいのイメージなんですけどね。まあ、半年に一体くらいにしてほしいですよね。いや、本当にすべてにおいてね、自分は最高だと思います。キャラクターデザインね。さあ、取りに行きましょうか。ガチャのシステムが今までと同じ仕様なのか。それがちょっとわかんないですね。確率とかどうなんですかね。確率見ますか。いや、なんか性能は強そうですけど、パッと見なんか確率は今までと一緒っぽいですね。まあ、仕様が変わってなければ次星5キャラが出たら新キャラ確定なんで、自分はね、前回新キャラ引けなかったんで。まあ、星になればね、70連まではね、ほぼ星5キャラクター出ないと、星5は出ないと思ってね、間違いないんで。確率 0.6% です。変わってなければ。でも自分韓国系は相性がいいんだね。ほら。言ってるそばから 0.6% を引いていく。すごくないですか。 0.6% 引きました。これはね、デスクラウン確定です。全然待ってないっす。お、しかももう一個。これは星4かな？多すぎましたか？ 2 個の意味で絶句しちゃったんですけど、星5に対引きっていうね、この星になれやってる人で、こう星5に対引きをした人っているんですかね？それくらいすごいと思います。で、絶句したもう一個の理由は、今日は普通のガチャ石の方で、300連目で、好きなキャラクターと交換できるシステムがあるんですけど、それでさっき出たキャラクターか、雷属性のキャラクターかどっちにしようかすっごい迷ったんですよ。ですっごい迷って、所持している星5武器の関係でリアルにしたんですけど、まあでも突然できたんでいいでしょう。まあそんな感じで、0.6% をね、2回続けて引くっていう完璧ですね。本当に韓国系って相性がいいんで、ガチャのね。なんか忖度されてんじゃないかなと思うんですよね。自分基本的に韓国ゲーいつも褒めてるんで。星になれもね、出てきた時代が今じゃなかったら普通に神ゲーだと思うんですけど。ただ今アプリ初射ゲーっていうのは今過渡期にあって、どんないいゲームでもね、ちょっとやってる時間がないんで。みんなやっぱメインゲームっていうのはもう何年も続けてるメインゲームっていうのがあるじゃないですか。それだけで手一杯なんでね。まあ、新作ゲームっていうだけでこれいつも言ってますけど、かなりハードル高いんでね。まあ、そんな感じで、一応ね、星になれっていうゲーム自体は自分はすごいいいゲームだと思ってるんで、頑張ってほしいですね。リリース100日ね、超神引きで終了ということで、デスクラウン優先でね、育てていこうと思います。
そんな感じで、どうもありがとうございました。